はいどうも、トラジローです。今回ですね、FF14 のネタバレ、フリーカンパニーではどういう風にしているのかということについて解説していきたいと思います。まあ、このファイナルファンタジー14はパッチ更新ごとにこのネタバレについてね、すごい敏感になる空気が感じ取れるんですけども、まあ、すごい運営もね、ネタバレしないように、努力してるんですけども、その一方、ユーザー同士でネタバレ、どうしてるのかっていうね、話をよく聞きます。こういろんな LS とかに入ってるとたまにボロッとねそういった会話を見ることがあって、基本的に自分はネタバレとか一切気にしてないんですけど、まあ自分から言うことはないんですけど、他人が言ったことに関しては特に気にしないんですけど、やっぱりこんだけストーリーがね、濃いゲームなんで、できるだけ先に聞きたくないよという人がほとんど多いのかなと思います。その際にね、フレンド同士とかその LS 内でもできるだけこうネタバレの話はねやめようよっていう暗黙の了解があると思うんですけど、フリーカンパニーの中でどういう風にしてるのっていうねことを今回は解説していきたいと思います。基本的に FC によって体制は違うと思うんですけども、うちの FC の場合はネタバレは基本ちょっとできるだけ控えてくれっていうことを協力要請してます。もちろんそのネタバレっていうのはFC チャットとか FC ハウスの中での会話とかでね、その周りの人にポロッと聞こえちゃうようなところでは NG なんです。個人間のやり取りに関しては OK にします。例えばこの個人間のやり取りでね、メインストーリーどこまで進んだ、私ここまで、あの話良かったくない、いやあれ良かったよねみたいな、こういう話で盛り上がるってすごいいいと思います。結構やっぱりこれストーリーが何かと面白いゲームなんで、そこで盛り上がるのは非常にいいんですけど、そこをねセーブするっていうのはちょっとね苦しいところであるんですけども、この FC この複数人がいる中ではこうみんなに対して発言するのはちょっと控えてもらえるようにお願いしますと、というね協力をお願いしてます。これ日本の政治とあるあるなんですけど、協力のお願いというルールの下でやってます。ただね、誤爆とかもあってポロッとね言っちゃうこともあるんですけども、それはねもうそれでしょうがないと、それはもうしょうがないという感じでね、ラフな感じでいければと思いますし、基本的に FC の中で決めてる大まかなネタバレに関してのルールの部分はもう基本的にその発言しないというぐらいでございます。ただあと外部系ですね、今このゲーム SS を撮影して Twitter とかでアップするっていうのがすごい張ってるんですけども、その Twitter で画像をアップするとき、まあ、ここに関してははっきり言って他の外部のことなんであんまり強くは言えないし、ただこの FC の中で使ってるタグっていうのがありまして、うちの場合はオールド系写真部っていうね、うちの写真部の方が発案してくれたものなんですけども、まあ、これは例えば FC 内の活動で撮影した SS をこのタグを使ってアップするっていうもので、このタグを使うときに関してはそのメインクエストのネタバレのなんだろう、すごい重要な部分ってあると思うんですよ。例えば誰かが死んだとか、誰かこいつなんか実はこうだったみたいな内容の SS を取ってそのタグを使ってアップするのはやめてくれっていうようなアナウンスはしてます。で非常にややこしいんで、結局外部のことは外部で通知しないといけないんで、ブログの方でね、こちらは FC 専用のブログで、共有してます。まあ、結局サイトのリンクを踏まないといけないんでちょっと手間っていうので、もしかしたらね見てない人も多数はいると思うんですけども、まあ、でも大体ネタバレに関してはなんだろう、暗黙の了解みたいなのがあるんで、大体の人はねやっぱりその気をつけてるのかなと思います。といった感じで、まあ、そのタグを使用しないときは基本的にやっぱりそのツイッターってね、個々のそのつぶやきとか思ったこととか気に入ったとこを発信するっていうものだと思うんで、そこに関してはたとえネタバレであってももうしょうがないのかなと思ってます。ていうか大体多く多数ユーザーがいる中で FC メンバーにツイッターでのネタバレやめてくれって言ったとしても、そも他にいっぱいユーザーがそこにいるわけであって、1人お願いしたところでほぼほぼ意味はないというところで、その専用のタグ、うちらで共有するタグに関してはネタバレをできるだけ控えてくれというようなことを設けてます。やっぱりね、ある程度こう人数が増えてくると、そういったことの視野の、やっぱりご協力っていうのが必要になってくるのかなと思ってて、まあ、できるだけでお互い気持ちよくプレイするための一つのルールであるということでございました。まあ、基本的にうちは緩い感じでやってるんで、逆に他の FC とかどういう風にやってるのか気になるんで、もしね、FC 所属してる方もしくはマスターの方でうちはこうだよっていうのがあれば、コメント欄に遠慮なくちょっとこんなんあるよっていうのを書いていただけると、僕も参考になるし他の皆さんも参考になるかなと思います。それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。